って。ビズネスにちょっと、MP 切れちゃったな。OK、一体倒せて、しかも51で、まあ無理だと思うので、おー、ルナ行ったか。ルナも一応この体勢つけてるから大丈夫。弾み打ちもルナ使っちゃおうか。ですけど、なんか操作リードもあったんで、結構ありふれた技っぽいです。シャドウリッパー、違う気がする。どっちも同等かっていうところは。これで耐えるルナもすごいよな。だから、そんな難しくても困りますけど。とりあえず今は問題になってきてる感じかな。せめてルナのサジタリウスの方も一発当てるだけでも違うかもしれないけど。した危険、犬と人里襲わないと違うんだな。この場は見逃しちゃう。なめんな小僧が、消し止めさせるか。ち、イベル剣が、イベル君これを使え。この剣は君なら使えるはずだ。その呪われた剣を君な、正しい使い方をしてくれると信じてる。ああ、ありがたく使わせてもらおう。まさかロッシュさんの剣使うとは思わないな、これは。意外すぎてもう。何もかも意外すぎる、前回から続いて。ようやくストーリーが徐々に繋がってきてる感じがありますけどね。そうか。レイリング使うタイミングどうしよう。
しゃべりパーがスーパーテンションある。もうつかないな。リリースなんかあんまり大したことはないかな。で、ここでリリーン使う。OK。でも、ダメか。そっか。これか。でも耐えたね。余裕で耐えたね。あとは大丈夫だろうって、ここで有酸素懺悔ですか。3回目ですけど、これで。本当にルナもよく耐えるよね。サジタリウスの方まで来た。次まだ倒れんか。うわえ。あ、どうした。おー、お疲れ様です。はあ、やった。ああ、そのようだな。村が燃える。ただで見てる場合じゃない。消火を、みんな川の水を汲むんだ。いや、その必要もない。なんだって？あれでもリスティルか。何時、アマネクスだなっていうリキタルも、その大いな慈悲をもって、等しく全てを癒さんことを、本誓いて契約します。ティアーズレイン。そっか、それでリスティルがいたんだ。これで借りは、少しは返せたかしらね。リスティルさん、実にあいつらしいな。デニエル、問題ない。少し消耗してるだけだ。ルサマはですね。カオスさん、カオスくん、カオス。この程度の相手に、これほど苦戦してしまうとは。一夜にして、よろずの屍を築き上げた、かつてのあなたからは想像もつかないありさまだ。お前が、ずっと以前から気づいていた。そんなものは何の言い訳にもなりません。あの場所の魔術にかかった時点で、あなたの敗北は決定していた。一つだけ聞こう。なぜこのような真似を。このような真似？それは何に対して言ってんですか？あなたの力を減衰させる結界を張ったことに対して、リスティルにあなたに奉仕得る力を授けたことに対して、それとも、この村に、不意点を発生させ、アビエートたちに襲わせたことに対してですか？じゃあ、これ、全部カオスさんのせいだったんだ。そんな、カオス、お前は、つまらないと思いませんか？あなたやリスリーが長い眠りについていないだろう。私はずっと、この世界で生きてきました。何年も、何年も。君と奥なのほど長い年月を、一人で放浪し続けたこともありました。力を隠し、人と共に生きてみたこともありました。すべてのものに相手、世界から、色彩が失われたのはいつの頃だったか。そんな折、偶然にもあなたたちが出会った。あなたたちが見ていて、なかなかに楽しみましたよ。あなたたちはまさしく、機械と闇、全く正反対の存在だったのに。そのあたりのようではあったけれども、それでも切れない縁にし、私も簡単を禁じ得ませんでした。
ですが、結局のところ訪れた結末はくだらない。その一言につきます。リビエル、あなたは昔自分がどのような存在であったのか、まさか忘れてしまったのですか？この程度の破壊、あなたがかつてしてきたことに比べれば、あまりにも生ぬるい。これまで散々殺戮を繰り返しておきながら、たった一つ、一人の死を奪う。実に、滑稽ですね。そうだよね。人間の娘、あなたも今や人の生き地をする卑しい化け物だ。人間の正体を隠しながら、それでも無駄の仲間だと認めてくれると本当に思っているんですか？それは、自らは他を信じないのにもかかわらず、それでも自らを受け入れてもらおうなんて浅ましいことだ。そして何よりも気づいていないとは言わせない。あなたたち二人に降り注がれた普通の視線。恐れ、怯え、怪異、拒絶。自分たちを守った者に対して向ける視線がこれだ。所詮人間などこのありさまだ。仲間だなんて表面ではいい顔しようが、一旦と分かった途端に手のひらを返して排除にかかる。ああ、本当に。船も昔から何一つとして変わっていない。カオス、貴様、一体何をするつもりなんだ？別に何も。私はただ、この世界のありようを憂いているだけですよ。